どうも、ラオチンでーす。ロマサガ2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、新しく追加されました英雄装備ありますよね。あれすべてに固有技がついてます。その固有技の火力を調べたいと思います。さあ、どれが一番強いのでしょうか。まあ、単体技、全体技ありますけども、まあ、単純な火力を今日は調べたいと思います。では、行きましょう。本日使用するキャラクターですけども、イーリスのウィンディを使っていきますね。スキルレベルですけども、弓以外レベル0となっております。弓の固有技ですけども、あれは即死技なんですよ。ダメージがない。なので、弓は測らなくていいかなと思っております。他はレベル0。これで攻撃していきますね。で、敵の耐性がありますので、アビリティにオールウィーク。クリティカルダメージ以外全ての攻撃が、弱点のダメージになる。これをつけておりますので、まあ分かりやすいかなと思います。10回ずつ攻撃をしてその平均値を出していきたいと思います。では行きましょう。攻撃する敵ですけども、この魚でいきます。この魚に攻撃を入れていきますね。まずは剣の固有技、ロザリオインペールですね。これは単体技です。レベル0だったらそんなダメージないんでしょうけど、614。おお、でもレベル0にしたらなかなかダメージあるんじゃないかな。まあ10回攻撃をして、平均値を出していきますね。次は体験ですね。体験はさすがに火力がもうちょっと出るんじゃないかな。いや、どうだろう。あ、729。ああ、なるほど、強いね。続いて斧、富岳八景、かっこいいんだよね。おお、はい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 。次、コンですね。ウォータームーン。あ、これは消費がそんなないから。あー、なるほど。デバフ付きだから、まあまあ、若干火力は落ちるっていう感じですかね。では、槍。いきましょう。槍の技結構ね、かっこいいんですけどね。おー、やっぱいいダメージ出るな。次、テンプテーションは確か全体攻撃だったんだよね。あ、だね、全体攻撃。これは火力は落ちるでしょう。まあ魅了も追加されるしね。あー、いやいや、全体にこれだと嬉しいな。一応ダメージはないんですけども、まあ技は見ときましょう。これ即死なんですよね。で、LP を吸収する。LP の回復方法って限られてたから、いや、これで回復できるって相当いいよね。これ相当いいですよ。それでは最後、素手のぶちかましですね。これはね、強かったから、どれぐらいダメージ与えれるだろう。これよう使ってますもんね。これは強い。あれ弱い。え、ちょっと待って、一番弱いんだけど。一番弱かったぞ。それでは戻ってきました。全ての武器で10回攻撃をして平均値を出しました。それでは発表しますね。まずは剣です。剣の平均値は610でした。剣はね、ちょっとダメージにブレがありますね。結構ブレる。で、平均値は610です。で、続いて、体験ですね。体験はさすがに火力が高かったです。693です。で、剣と同じく、体験も意外と、ダメージの幅は大きかったです。で、続いて斧は728です。
斧はね、ブレが少なかったんですよ。斧は、ダメージのブレがほぼありません。平均728です。そして、コンボですね。コンボは、魔力が低下するっていうデバフ付きなので、まあ、火力はちょっと低めですけども、平均値570です。まあ、デバフ付きで570。まあ、悪くはないんではないでしょうか。剣よりも若干弱いってぐらいですかね。で、続いて、槍です。槍は687です。で、やっぱりね、ダメージのブレはありますね。うん、斧ぐらいですもんね。ダメージのブレが少なかったっていうのは。他は、意外と5、60ブレます。槍は687です。そして、召喚ですね。これは全体攻撃で、さらに魅了がつきますので、平均ダメージ234です。でも、全体に234なので、これは悪くないかなと思います。あと、かなり高確率で魅了がつくと思いますので、これは使えますね。で、一番期待してました、拳ですね。素手の武器なんですけども、平均値98です。一番低かった。あのね、召喚と同じぐらいのダメージは出る。まあ、それ以上は出るかなって踏んでたんですけども、いや、全然、めちゃくちゃ弱かった。平均値98で、いや、これ、なんだろうな。今、すごく愛用してる技なんだけども、考えた方がいいのかなって思います。まあ、拳の、レベルが高かったからダメージを出せてただけで、他に変えた方が、全然ダメージは出せそうですね。まさかの平均98でした。はい、ということで今日の検証結果はこんな感じになりました。単体火力を出したいのであれば、斧が一番高そうですね。で、斧はダメージのブレが少なかったので、さらに使いやすいかなと思います。あと、体験と槍も、それに続いて攻撃力が高かったんですけども、ダメージのブレが結構ありますので、まあ、斧の方が上かなと思います。で、全体攻撃は、召喚か、素手なんですけども、素手は弱かったですね。うん、召喚の方が、全体攻撃としては向いてます。で、魅了がついてるので、さらにいいですね。うん、ちょっと、これね素手ばっかり上げてたんですけども、別のやつも今後上げていこうかなと思います。はい、今日はこんな感じになりました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。